え、僕の生活しているドイツでは連日アフガニスタンのタリバンのニュースが流れています。中国もタリバンを支援しているこの状況が今後の世界経済に大きな影響を与える可能性があると思うんですが、イルクさんこの見解してどのようなことが起こると思いますかよろしくお願いします。えっと、多分大方当たるだろうはほぼ何も起きないなんですよね。アフガニスタンが、まあ一応そのタリバン政権になりますと。んで、あの中国が支援しているので、そこですとなんかあのじゃあ日本大使とかをぶち殺しますとかってやったら、アフガンやべえじゃんっていうので、もう一回じゃあアフガン 潰そそううううぜっっっっっっててていいのののででア、まあ、アメリカだだたたたりランンススみたいなながその多国籍を作ってアフガニスタン潰そうってなっちゃうので中国は損するんですよ。中国にとってアフガニスタンって今すげえ便利で、要はアフガニスタンってテロリストを海外に送り込む能力のある地域じゃないですか。それがなくなったからまあアメリカ的には OK だったんですけど、テロリストを作って世界中送り込める能力がある国が中国の支配下にあると、ムカついた国にテロリストを送り込むということが、 可能になると思い込んでるんですよ、中国は。これが本当にできるかどうかはわかんないですよ。ただ、そういう手段、カードの一つにはなるなと思ってるんですよ。でもそうすると、もう一回アフガンぶっ壊そうぜっていうのが世界が思っちゃうとまずいので、国連に国として承認されるまでは、多分変なことはやらないと思うんですよ。 で、タリバンの人たちもバカじゃないんですよね。むしろ賢いんですよ。バカだったらアフガニスタンをまずあの占領できてないと思うんですよね。タリバンの人たちっていうのはその女性に教育をさせないとか、そのじゃああの女性が顔を出して歩くっていうのは良くないよねみたいな、イスラム教原理主義的な思想が強いので、まあ西洋だったり自由主義の人たちから見ると、まあすごく遅れてる昔の考え方で偏った間違っ 宗教の考え方を国民に押し付けてるような人たちであるであるから、あの人たちは優秀ではないというふうに考えがちなんですけど、あの人たちはあの地域の中でどうやって生き残るか、どうやってポジションを取るかっていうのをちゃんと考えた末に動いてるんですよね。で、今回のこういう出来事っていうのがなぜ起きたのかっていうと、まあ、基本去年の段階から遅から早からこうなるよねっていう予想 What up? まあ、あの、アメリカの支援で、もともとそのアフガニスタンの政府っていうのが頑張ってたんですけど、そのアフガニスタンの政府って、あの、やる気全然ないんですよね。ただ、そのアメリカからお金もらえるから、じゃあ、そのなんか、あの、兵隊1万人揃えましたって言っても、本当に調べたら1万人いないとかなんですよ。あの、5000人なんだけど、1万人っていうリストを出したらアメリカから1万人分のお金もらえるから、なんか1万人って申請しました、みたいなので、で、とりあえずその、あの、お金もらいながらずっとやってたんですけど、とはいえその兵器もあるし、アメリカ兵もいるので、 表向きなんとかなかってる定理師なんですけどまあ去年の段階でそのトランプ大統領があ俺ら撤退するわって決めたんですよねアメリカが撤退するってことはアフガン政府軍っていうのは予算がなくなるっていうのはもう分かってるわけですよアフガンって全然お金のない国なんですよで台湾の人たちってコカイン作りまくり売りまくりなんですよ 深いんじゃねえやね、ヘロイン、あの、モルヒネヘロインを作って、世界中に売って、その予算を持ってるので、その武器を買うお金だったり、傭兵を買うお金っていうのが結構あるんですよね。アメリカの後ろでてかなくなると、アフガンのその政府軍の方は予算があまりなくなるよねと。なので、時間の問題で俺たち負けるよねっていうのは政府軍側もわかってたんですよ。ここは西洋、その西側の人たちがお返しなんですけど、そのアフガンの民衆は結構、 結構タリバンを支持してるんですよ。北部連合だったり、そのアフガン政権側っていうのがその西洋の人たちと仲がいいので、そのタリバンっていうのは民衆から嫌われてるんですよ。だから、あいつらの言うことなんて民衆は聞かないんですよって言ってたんだけど、蓋を開けてみると、民衆的には、あ、うちタリバン政権で全然いいっすみたいな。例えばじゃあその埼玉県が、じゃあそのタリバンになりましたと。埼玉県の人たちもなんかタリバンオッケーって言ってると。で、隣の栃木県からしてみたら、これはもうどんどんタリバン増えていくからやべえなっていう時に、埼玉 県のタリバン知事が交渉に来るんですよ今だったら、お前らの持ってる武器を全部買って、お前らが逃げるまでは攻撃しないと。ただ、もし戦うんだったら、お前ら全員ぶち殺すぞ。 って言われたら、もう、時間の問題で栃木県負けるじゃないですか。時間の問題で負けるんだったら、もう、あの、アメリカの置いてった武器とか全部売って、逃げ出した方が得じゃないですか。もし戦うんだったら、その、栃木から逃げたとしても、日本中追ってお前ら全員ぶち殺すからなって言われたら、もう逃げてもしょうがねえと。っていうのがあるので、じゃあそれだったらもう武器売って、その、タリバン入った方がよくねっていうので、栃木もじゃあタリバン派になるし、群馬もタリバン派になるしっていうので、で、その、トランプの時代からちょっとずつ変わってたのが、その、今回その、 バイデン大統領が8月いっぱいでアメリカ兵いなくなりますって言っちゃったからもう8月いっぱいで俺らの後ろだっなくなるって分かったからもう急いでタリバンに武器売り始めたんですよ武器売って許してもらわないと絶対殺されるじゃんって分かってるんでだってもうアメリカいないしお金もないし兵隊もないからもう早く許してもらわなきゃいけないで他の試験とかもどんどん入れ替わってくるぞタリバンになのでびっくりするぐらいの速度でアフガニスタン銃がタリバン派に変わっちゃったんですよそれを見てビビった そのアフガンの大統領のカニさんっていう人がなんか車4台に現金詰め込んでヘリコプターに現金詰め込んで逃げようとしたらなんかヘリに現金乗らなくてでなんか現金がすごい残った状態で逃げてったっていうのをそのタリバンの人たちが見つけたみたいなそんな感じになったりするんですけどまあ多分この環境が来くのとタリバンの人はまあ今言ったように別に頭が悪いわけではないので多分トラブルを起こさないっていう形で中国の上手いその防波堤というのはその中国が何か悪さをする時に使うポジションとして使われるの。 で、えっ、ー、と、何も起きないが一番確率調しは高いんですけど、次にこうなったらめんどくせえなっていうパターンが、世界中にテロがちょこちょこ起きますと。で、なぜか結果として中国が得してるよねっていうのをみんな薄々わかってるんだけど、でもそれの証拠はないよねと。だってやったのはアフガニスタンのテロリストだもん。中国人じゃないもんと。でも結果としてなんかいつもそれで中国得してねみたいになるんだけど、文句言えないと。 で、まあ、あの、僕は信じないですけど、あの、コロナウイルスもその中国がばらまいて中国が得したという説もあるじゃないですか。なのでそのうまくカードとしてそういうのをその使う国か使わない国かというと中国はそういうカードを使う国なんじゃないかなと思ってるので、要はあの一路一体っていうそのヨーロッパと中国っていうのを全部つなげちゃおうぜ。ユーラシア大陸を中国のものにしようぜっていう思想があるんですよね。要はあのシルクロードを再現しようぜっていうので、その中国とそのあのヨーロッパ繋いだら便利だよねっていうのが、ま、表向き の説明なんですけど実態としてはその中国がそのユー,シアユーラシア大陸自体の派者としてそのすべてをコントロールできるようにしたいよねっていうのがあってでそのトルクメニスタンとかウズベキスタンとかまあ、そこら辺のあの,あの何々スタン系の国っていうのは結構中国にもあの言いなりになっちゃってるんですよなぜならお金が全然ないからでお金がない国ってそのお金をくれる人がいると政治家が当選しやすくなるじゃないですか日本でもその1億5000万円あるとなんかあのお金を配って政治家になれるっていうのは広島で証明した人がいるので自民党でっていうのが で、お金があると政治家って当選しやすいんですよ。なので、お金がない国ってお金突っ込むと政治家いっぱいポンポン作れるんですよね。で、あの国連ってその192カ国があるんですけどで何か？じゃあ投票しようぜっていう時になると大体あのアフリカ勢って中国の思惑通りに投票してくるんですよ。なぜなら中国にめっちゃ中国めっちゃアフリカにお金投資してるので、えっと who の一番偉い人のテドロスさんっていう人が元々。あのエチオピアの保健大臣の人でエチオピアって。まあそんなにお。金が ある国ではないので中国からいっぱいお金をもらうことでその薬とかを買って国民の健康を維持してたりする国だったりするんですよなのであのまあ、中国に対してすごい恩を感じている人なのでなので wh o って中国に対して聞くきついことも言わないしその 台湾がコロナに関していい情報を持ってるんだから、それはちゃんと世界中で使おうよっていう、至極当たり前のことを言ったときに、でも中国が嫌がるからその情報を使わね、みたいなことを決めちゃったりするんですよ。あの、WHO の偉い人なのにも関わらずね。っていうのがあったりするので、なんだかんだ言ってお金って強いよね、っていうね。はい。